さあ、負傷した若造が一人で街を救おうとしてるんですけど、<laughs> 先に進みましょうか。いや、前作のクリスと違ってさ、マジでただの若造だもんね、レオン。初任給もまだもらってないようなやつでしょ。すげえよ。で、ちょっと前回の動画編集してて思ったんだけど、あ、これ回収できねえな。いや、なんか前回最後さ、こいつに襲われて、 回避行動で、ナイフを突き刺しちゃったんだよねでそのままセーブポイントまで戻ってったんだけど、普通だったら突き刺したナイフ回収できるはずなんだけど、これこんがり焼きすぎちゃってんな。<laughs> 突き刺したナイフごと消し積みにしちゃってますね。ああ、ちょっともったいないことしたな。まあ一応そうじゃないかと思って新しいナイフ。 新品のやつ取り出しておいたんだけど、ボックスから。これが最後の一本だね。いや、なんか常に装備してない方がいいかもね、ナイフは。回避行動で使うのもったいないもん。サブエポンとして装備しとくのは破片手榴弾がいいかな。で、えー、っと、温室に新しい道ができたんだよな。はしごでさらに下に下れるようになったの。うわ。 起きてんじゃん、あんなに燃やしたのに前回。炙っとくか。これ気づいてないのかな通りますよ。通りまーす。余裕だったわ。<laughs> これ帰り大丈夫かなまあ、枯らしちゃえばいいんだもんな。今、あれだよね。植物を枯らすための薬剤を探しに来てんだよね。こっ こっちは行き止まりになってるけど、なんかあるイーストエリアの地図。うん、助かる。あ、そんなに広いわけじゃないんだね、イーストエリア。うーん、ここのどっかに、その植物を枯らす薬剤があるかもしれない。と。うわ、またパウダーじゃん。パウダー多いね。使い方委ねてくんねこっちに。 ちょっと普通のハンドガンの弾とかも使、作っていいのかもしんないね。パウダー使って。ガンパウダーだけ余りまくってんもんね。黄色い火薬とかは結構使ってるけど。うーん、まずはここ入ってみようか。サーバールーム。こっちだね。んあなんかバッテリーないみたいなアイコン出てんな。 どっかで電力を復旧させてくるみたいな感じかな。なんかもう、レオンのシルエットもえぐいな。<laughs> いろんな武器持ちすぎて。武装してる感やべえな <laughs> レオンの影。で、こっちはラウンジ。広いね。うわ。多くないこれ一人ずつ分からせてった方がいいのかな。 スチールボーイ。ショットガンの弾。うん。ナイフだな、ここは。持ってきてよかった、ね。分かってない可能性あるからね。こういうのはもう先制攻撃で、こいつには手を出しちゃいけないって思わせんのが大事だから。<laughs> やべえやつだと思わせんのが一番有効だから。<laughs> いや、でもナイフだけでとどめさすのは結構しんどいな。どうだやったやった たのかな結構刻んだもんね。あ、この人数ナイフで全員やると、これなんださすがに消耗が激しいね。置物。いや、トロフィーでしょ。置物って表現するこれ。なんかの表彰でもらったんじゃないの ?DNA 二重螺旋を模した置物。この研究所がなんか表彰されたとかじゃなく、ん あ、これ見たら、あの、膝の関節。これを入力したらまた何か起こんのか。あの、音質の手前の部屋だよね。どうしよっかな。こいつはもう全員起こしちゃって、手榴弾で一気に粉砕しちゃった方がマシだったりする。今のでもうこんなに削れてんだもんね。ナイフの耐久度。ちょっと、そうだな。起こしてみよう。 はい、あ,あ、起きないやつもいんのかどうしよっかなじゃあこいつと一気に起こしたらあ二人起きたでこいつはまとめて吹っ飛ばしてやろう手榴弾で,でちょっと固まってくれた方がいいなアイテムボックスにもう一個あんだよね手榴弾だってそれプレゼントだぞー あれ当たったあ、当たったな。当たってる。よかった。で、さらにご分からすとく。レオンはやべえやつだから近づくなって思わせるのが大事だから。<laughs> よし。ここはきれいに片付いたかな。んなんか光ってるわ、あれ。これ、あ、なんか似たようなの見たな。あの、ウエストエリアに来る前の、ウエストエリアイーストエリアか、ここ。 仮眠室のとこだ。m ーフ。M-U-R-F。これ覚えておいた方がいいのかなえでもなんかアイテム使うみたいな。とりあえず今は何も意味ないみたいだね。うん。だどっかでなんか手に入れてからまたここに来んのか。お、ハーブじゃん。なんか早くもアイテムいっぱいになってきたな。これ大丈夫かなこのペースでアイテム取ってって。 ハーブ拾わなくてもよかったかあーでもここもうアイテムなし状態になったねこの低温実験室ってとこ行ってみるか敵はこれだけかな今んとこ割と静かだねふわあいやそれはなしだぜえこいつやるかいやもう完全に気づかれてるもんな2人目はいストップ一旦出てくださーいうわ ちょっと一旦出て体勢整えようぜうわ死にかけたいやもう戦うっていう選択肢全然出てこなくて逃げましたけどなんか2体目降りてきたよなリッカー。1体目の時点でヤバかったのに1体目の時点では俺まだちょっと戦おうとしたんだよな2体目出てきたらそれも戦えないよ で、一旦回避してから、こっからはもう静かに歩けば、あいつらレオンのこと感知できないんだから、バカだから。こっちにはいないね。うん。もうこれやり過ごせば勝ちよ。ゆっくり歩いて。ちょっと過剰にゆっくり歩いてない、俺。<laughs> どうしよっかな、ハーブ。いや、もう、選択肢は二つだよね。こんなさ、 グリーンハーブ生で1個かじっても回復量たかがしれてるからもうこのアルティメットスーパーサイキョウハーブ使ってもう2体ともぶち殺してやるかそれとも足音を一切立てずにやり過ごすか <laughs> 俺は今後者の方法で行こうとしているもう一切の足音を立てない こっからはいや一度逃げるっていう選択肢良かったんじゃないでもさすがに3体目落ちてきたりしないよね上から OKOKOK 過剰にゆっくり行ってますあしかもそこの部屋は入れないのかここも電力なくてちょっと後ろ振り向く勇気ねえぞ いやここ通るたびにこの通り方しなきゃいけねえの。<laughs> うー。よし。警察署でもリッカーは扉はまたいでこないからな。他のゾンビとか T と違って。ここに来ればさすがに一旦大丈夫でしょう。で、お、エグザイルって書いてますね。えっと。ここはどこに繋がっているんだでもちょっともう普通にふら。 うわ普通に嫌がる。うーし、ショットガンで行くか。おら。よし。ちょっと、一発も食らうわけにいかなかったから、このふらふら状態だと、ショットガン使っちゃったけど、どうしよっかな。結局、ケチってアルティメット最強ハーブ、よっぽどの状態じゃないと使わねえんだよな。<laughs> <laughs> こないだの生ゴミ君のボスみたいなねえ明らかに戦わなきゃいけない状況だったら使うけどはい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 <笑><笑>ああ今もうとっさにナイフで分からせればよかったかな倒れてるうちにこっち来いや俺がちなみに俺はこっちから行く気はないお前から来いやはい もうすっごい安全に倒すよしここでもうこれよ分からすとかねえとよしあなんかブシャーって音あーダメかまだかどうかななん、かな 無駄に耐久度使ってる感もあるよな。こいつらなかなか倒れねえよな。こんだけ分からせてんのに。いやもうこんな終盤まで来たらナイフとかハンドガンでペチペチじゃなくてショットガンとか使えって話なんだよね。きっと。さっきみたいに。で。まあ、普通のゾンビにも火炎放射は効くのかな火炎放射器っていう選択肢もありか、一応。 ああ、次に出てきたら試すか、火炎放射。でなんかここにまで植物が来てるけど、油なくて平気これ。しかし見づらいね、暗くて。もしもう一個グリーンハーブが手に入ったら、ダブルグリーンハーブに調合して、回復させたいんだけど、お前一人かお前一人だな 行けあ、ちょっとあんま聞いてる様子ないな。どうだ、普通のゾンビにはそこまで有効じゃないか、これ。どうなんだろう。これ燃やして、炎の継続ダメージ与えて、で、炎が消えたらまた炙って、逃げるっていうもうスーパーチキン戦法 <laughs>。これちゃんとダメージ通ってんのかなあいつは意外と炎に強いな。 あの植物のやつと違っていやもう結局なんか普通に撃つ羽目になったじゃんそんなに有効じゃないな普通のゾンビにはあでも炎でダメージ与え続けただけあってヘッドショット一発で倒したなマチルダの最終的にはうん普通のゾンビに有効なのはショットガンかな まあ今みたいに一人だったら最初からハンドガンでもいいかもしんないけど。すいませんね、チンたらして。お強化火薬。これちょっとどうしよっかな。アイテムパンパンになったらもうガンパウダーと合わせてショットガンの弾にしちゃおう。で、セイこれは普通のハンドガンの弾かな。う、は、ん、あ。 これまた似たようなのあったなあ,あー信号兵長機なるほどなんかこういうのを指す場所あったよねあのマーフって書いてあったような場所。配電盤みたいな。あ、いっぱいだわ、アイテム。しまったーあ。ちょっと待ってくださいね。じゃあもう合わせちゃおう。ガンパウダーと黄色い火薬。合わせます。これでアイテムに空欄がちょっと生まれて。 うんこのキーアイテムを持って帰るのがこの場所の目的だな。誰かが残したメ,メモ。すげえ色あせてんじゃん。みんな果実になった。彼らは蘇る。何度でも。燃やせ彼らの全身が黒いスミになるまで。あっあれかあの。植物をまとったゾンビみたいな。そうだよね。何回も燃やしたらカスカスになって、こんがり焼けて、外はカリッと 中はふわふわかどうかは知らないけど <laughs> になってたもんねそういうことを言ってんだなえキーアイテムこれだけかあ探索済みになってるでああここロビーに繋がってんのかここもかよここもこの一方通行のロック多いのこれ何かと不便でしょあ戻ってきたよかった あー、じゃあもう今まで使わずに置いた、キュースプー。初めて使っちゃうか、これ。なるべくハーブだけでなんとかしてえな、みたいな気持ちは、まあちょっとはありましたけど。いや、グリーンハーブはさ、ね、これ一個かじってもよかったといえばよかったけど、そう、赤青ハーブ作ってたんだよな、前回。前回だっけ、これ。 で、これにグリーンハーブ足したらもうアルティメットスーパー最強、最強ハーブ <laughs> が生まれるので、これ作って1個預けとこう。よし。うわ、アルティメットハーブ2つもキープあるぜ。1個持ってる上に。素晴らしいね。じゃあ、あれは、うん、キープしといて、キュースプを1個ついに使いましょう。初めてだよ、キュースプ使うの。 初めてだよね確かこれで全回復だもんねこれはふ気持ちいい元気でこいつはこいつは新しく手に入れたもんだけどあそういうことですあいやでもちょっと待てよ なんか M U、MUF みたいな。あ、MURF だ。なんか書いてあったよな。配電盤みたいな場所に。あーでもあれ、あのマシンがあるのって、マシンっていうか。あれ、リッカーいたとこだよな。リッカーかいくぐってこれ設置しね、行かなきゃいけないのか。これやべえな。ちょっと一旦、セーブをします。 よし。じゃあ、うん、でもまずはできることからやろう。この置物の裏に書いてあった、なんかパスワードというか、キー。この4桁のキー入力を先にしよう。そこまでは安全に行けるもんね、とりあえず。ここも安全だよな。ここの奴らはこんがり焼いちゃってんだから。うん。 なんかこんがり焼けば終わりなんだから、普通のゾンビよりむしろ戦いやすいかもね、こいつらは。こいつらもっと出てきてくれたらよかったんだけどな。で、ここでこいつの出番よ。あ、まあ、ちゃんと、あれだな。俺がこの4桁記憶さえしておけば別に持ってくる必要もなかったな。膝の関節、まっすぐ、もう今日は変な例えやめよう。<laughs> 2個のやつ、でかい棒。 えー、これ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 でしょ何が起きいんだろうあ,あなあか薬品ルームみたいなとこになんか鉄格子みたいなんで閉まってる場所あったなそこうおーいなんかそこにいんなええ,えこっち来てるもしかしてここ開けてきたりする さすがにそれはないか。そんなに賢くないか。あ、いた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 。あぶっとこう。ちょ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 。戻って戻って。レオ戻って。ああぶ <laughs> って逃げる。あ,あ、来た来た来た。あぶろ。ちょっとずつあぶってけばいいんだから。継続ダメージでいつか倒れてくれるからね。ああ。 でこいつもちょっとカスカスにこんがり焼いとくかお仲間と一緒にあれなんか増えてるあれそこにもいたっけおいおい,おいおいだよなんか増えてねえかそれはないよおお足早いなこいつらしっかり焼いといた方がいいのかもしんないね温室も結局行ったり来たりする,する場所だからおい倒れとけ で倒れたやつしっかり破ってうんこれしっかり破ることを繰り返していけばあれ <laughs> いつかこんがり状態になるわけだよねよしよしよしこうやって大きく燃えたら終わりってことだこいつ渋てえなちょっと弱火すぎたか今まで <laughs> いつももうさっと破るおよしよしよし,よしいけたいけた いつもさっと炙りすぎてるかな <laughs> 炙りしめさまを目の前で焼く店みたいに表面だけ焼いてるから時間かかんねんでもあの方が無駄が少ないよねきっとであここえ何なにこれここ開いたはいいけどあカートリッジ挿すのか散布装置用カートリッジからあこれもしかしてもう薬液 薬液充填できんじゃないのえちょっと何言ってるか分かんないっす。ええあの赤い線のとこまで薬液を入れればいいの超えましたね。大幅に超えましたね <laughs>。いやどういう。おいおいおい違う違う違うあれこれもしかして激ムズかもしかして激ムズなのかあいやこの。 あーなるほどなるほど。このスイッチボタンを押して、これ満タンまで入れれば、あの線までになるんじゃないならないわ。ごめん。あ、なるほど。わかったわかったわかった。えっと、一番右のボタンは、右側の二つを入れ替えるボタンで、で、真ん中のボタンが左の二つを入れ替えるボタンで、一番左のが、真ん中のシリンダーに入った薬液を、左側にある、 一番左にあるシリンダーに注入するっていうボタンなんだだからうまいこと薬液を散らして散らして <laughs> なんかあの線までになるようにしたいんだね一旦これに全量入れてみてであわ分かった分かった 一旦このちょっと足りないやつに全量入れてみるでその後にその後によこのシリンダーにこの真ん中のやつの全部あ間違えた <laughs> 真ん中のやつを全部入れたらぴったりよこれで OK? これで植物枯らすやつ完成すんじゃないのやった 散布装置用カートリッジ、薬液。これはめちゃくちゃ大事なキーアイテムだね。で、ここももう調べ済みになって、どうしよっかな。散布したら何が起こるかわかんねえからな。セーブしてきて、いいよね。うん、マシンガンセーブしてるけど、<laughs> カットしたから許してね。戻るまで。 いやーそう、これ散布すればいいじゃんって感じだけど、この信号変調器をあのリッカーだらけのところに持っていくっていうお仕事もあるから、ね、散布した後何が起こるか分かんねえので、念のためセーブしておきたかったわけですよ。じゃあやっちゃおう。これでもしかしたらでも、ね、上級リストタグが手に入るかもしれない。 エラー薬液の温度が適切な範囲ではありませんじゃあ何だったんだよ今のセーブの時間は何だったんだいいやこれもうリッカーの下のところ行くしかないねじゃあ今使えるキーアイテムそれしかないもんね信号変調器行くのかあそこ行きたくねえんだよな今一番行きたくねえ場所だもんでも静かに行けよ 静かに行くんだぞあいやでもここにいてくれてるのはありがたいかもしれないレオンが行きたいのは向こうだから一回通り過ぎちゃえばもう脅威じゃないもんねであこのラウンジにいないこれいい配置なんじゃないかリッカーの配置ってランダムなのかなレオンが部屋に来た時の目的地までの道にいねえよあいつ まぬけで助かったぜで、これに、えー、っと、あらかじめ、こうマーフのとこにカーソル合わせとくといいんじゃないかなで、えあ、え右のダイヤルもなんか調節すんのこれ。えなんかこれ、なんか黄色い波長がぴったり合ってないとダメとかそういうのあるあ、なんかこれぴったり割と合ってそうじゃないこんな方が近いかいや、もなんか必要あんのかなこれ。 でこれマーフって書いてあるからこの状態ではめてみます <laughs> 違うらしいです <laughs> ああちゃんとぴったり合う時もあるわこれかこの状態かよっしゃあ今の一瞬でいいのお電気ついたやったあ ってこのサーバールームとか低温実験室入れるいやここめっちゃ何回も通るじゃんこれはリッカーやった方がいい可能性あるねうん2体同時だったらさすがに無理だけど今2体のリッカーが割と離れた場所にいるのでえでもでかい音立てたらもう一人のやつも来ちゃうのかな 一人だけでもなんかやっときてえな。どうすっかな。まあでも無視できんなら無視した方がいいのかな。なんかこのまま行けそうだからそこのサーバールーム入っちゃおうか。えいや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 。なに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 やめてよ。ちょっと今日そういう気分じゃないから。よかった。あいつ怖すぎない <laughs> <laughs> なんなら T よりちょっと怖いかもしんない T は強いけど足遅いからなんかどうにかなるもん巻こうと思ったらでサーバールームえここでなんかすんのかキーアイテムあるあここもタイプライターとアイテムボックスあるあそういう部屋なんだあ燃料超嬉しい結構使ったからなまたこれでまたほぼ満タン近くに補充できたわ えー、調べられるもんこんだけ。え、めちゃくちゃいい部屋じゃん。なんかこの資料とか。あナイフまで。いいね。ナイフのキープがあるっていうのは心強いね。これで好きなだけ分からせられるわ。あー、特になんか読み物みたいなのはないんだな。ここ。あー、じゃあちょっとこのサーバールームを拠点にして、また次回かな。時間的に。次回はこの低音実験室に行きましょう。 え、でも、あと調べる場所ここだけだしな。やっぱやんなくていいからいいか。怖えし。<laughs> 足音殺していこう。じゃあ、ナイフは1個余ってるから預けていいね。で、ショットガンの弾は20個超えると、スタックできなくなるから、黄色い火薬も今は預けといていいかな。うん。じゃあ、一旦セーブして終わります。 また次回よろしくお願いします。進んでるよね、ちゃんと。ゆっくりかもしんないけど。ね。ありがとうございました。